サラム、どうもジムです。ということでね、今回は選手の全ステータスについて徹底解説していきたいと思います。この動画を見れば間違いなく事前登録者の110万人よりも先にステータスの情報が分かり、スムーズに育成が進められると思います。で、注意点としては開発段階中のゲーム画像をもとに解説や考察していきますので、リリース開始された時と異なる可能性があるので、まあ、そこだけね、あらかじめご了承ください。ということで、まずはステータスの数なんですけど、スタミナ、スピード、フィジカル、テクニック、賢さ、キックというね、全部でね、6つのステータスがあります。では、早速、スタミナについて解説していきます。スタミナについては、唯一ね、情報がなかった能力で、まあ、未知数なんですけど、まあ、そのままの通り、スタミナはね、体力だと思います。バトル画面の選手の下にある青い棒が、今の選手のスタミナを表しているっぽくて、何かね、行動すれば、徐々にね、このスタミナが減っていくシステムだと思います。で、スタミナが減れば減るほど、プレイの質が下がり、突破やシュートなどの行動が失敗しやすくなると思います。なので、スタミナについては、大体ね、ここら辺の数値まで上げとかないと、途中でね、スタミナ切れになるっていうことがね、あると思います。で、次にね、紹介するステータスは、スピード、フィジカル、テクニックの3つです。なんで一気に3つ紹介したのかというとね、まあ、スピードとフィジカルとテクニックというステータスはですね、すべてね、突破という行動に使うものなんですよ。なので、まとめてね、紹介させてもらいます。まずね、わからない人のために、突破っていうものはね、ドリブルで相手をね、抜き去るということです。で、突破はね、どうしたら成功するのかというと、突破はスピードとフィジカル、テクニックの中から、自分が一番得意な能力で仕掛け、相手より能力が高いほど、突破の成功率が高くなるというシステムになっています。なので、これは絶対に負けないっていうね、能力を上げておけば、オフェンス側はかなり有利になります。しかしね、一つに固執すればするほど、相手にボールを持たれた時に逆にね、ピンチになるので、育成する時には、チームの戦略に合った能力を強化しておくのがおすすめです。で、育成についてはね、この動画で詳しく話していますので、興味のある方はね、ぜひご覧ください。また、こういったね、全然知られていない最新情報などをね、動画にしていますので、110万人の事前登録者よりも、先に情報を手に入れて進めたいっていう方はね、ぜひね、チャンネル登録して、新情報を見逃さないようにするのがおすすめです。で、話がね、少しずれましたが、次は賢さについて話していきます。賢さは、シュートブロックに参加できる確率が高くなるということで、唯一のディフェンス重視の能力です。ブルーロックのゲームだから全員ねオフェンスじゃないのかって思うんですけど、チーム編成を見たところオフェンスだけじゃなくミッドフィルダーやディフェンダーもありました。なのでチーム Y のようなディフェンスからカウンターにつなげて点を取るチームにしたいっていう方はね、この賢さをねメインに上げるのがおすすめです。そして最後のステータスはキックですね。これはねそのままの通りシュートの成功率が高くなるという能力です。なので、このね、キックの能力が高ければ高いほど、さっき話したシュートブロックできる確率が低くなります。で、全部のね、ステータスについてはこんな感じで、まあ、まとめると、能力にはね、それぞれ強みがあるので、それをね、理解して育成する必要があります。また、選手のすべての能力を最大限まで上げたいっていう人がね、まあ、多いと思うんですけど、選手を育成できる時間は限られているので、必ずね、どこか妥協しなければいけない点が出てきます。そこでおすすめの強化方法としては、例えばバチラを強化したい場合、まずね、育成する前にバチラのステータスを見て、他のキャラクターよりも優れている能力を確認しておきます。おそらくバチラはね、初めからテクニックがズバ抜けていると思います。なので、テクニックをね、メインに強化しておきながら、その中でもキック力を鍛えて攻撃型の選手にするのか、はたまた賢さを鍛えて守備型の選手にするのか、といったね、チームの戦略を見ながら強化していくのが一番いいと思います。で、最後にね、4つの行動の中に、パスとクロスについての能力がね、まだ明らかになっていないんですよ。そこで、育成画面とバトル画面を見比べると、バトル画面の方に視野というね、7つ目のステータスが確認できました。で、視野はね、確実にパスとクロスの成功率が高くなる能力だと思っているので、もしかしたら育成では強化できない視野という能力が登場しているんじゃないのかなと思います。はい、ということでね、今回は全ステータスについて解説していきました。皆さんはね、ゲームが開始されたら、どのキャラクターのどこの部分を強化したいのか、まあ、そういったものがあればね、ぜひね、コメントに書いてもらえると嬉しいです。これからもブルーロック PWC について動画を上げていきますので、ぜひね、チャンネル登録して最新情報などを見逃さないようにしてもらえると嬉しいです。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。サラーム。